サクゼでございます。ということで今回はデイリーウォームアップエクササイズイズメジャー構図9をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回もですね、しばらくずっとシリーズやっておりますこちらのデイリーウォームアップエクササイズ4サックスフォンですね、ジャズレジェンドのジャッキー・マクリンが書いた名著ですけれども、こちらの課題を紹介したいと思います。今回ですね、前回ですね、メジャーコードの8っていうのをやりましたね。それは F からですね、こんな感じですね、降りてくる上のね、 F から E、E フラット、D って感じでこう上がったり下がったりしながらキーが半音ずつ下がっていくっていう課題やりましたけども、今回はですね9番ですね。9番はですね、同じくメジャーコードを使うんですけれども、こちら出だし2小節書いてますけどね、このコードネームと音階度数は僕が振ったものです。この音使いちょっとね、早速ですけど吹いてみます。という感じでですね、出だしがですね、 B フラットから B、C、D フラットって感じで半音ずつ上がっていくんですね。でこちら星印のところにちょっと解説書いてますけれども、このエクササイズはメジャーのトライアド括弧3和音が情報加工を繰り返しながらキーが半音ずつ上がっていくパターンになります。前回はキーが半音ずつ下がっていくパターンだったんですね。それに対して今度は低い音域から上がっていくパターンになります。2拍ずつこう転調している感じなんですよね。各小節の頭2拍がですね、上行アルペジオがこう上がる感じ、コードの音が上がっていくと、3、4拍目が下降ですね、下がっていく形なんですけど、頭の2拍、これ出だしは B フラットのトライアドになってて、C フラット、レー、ファー、C フラット。1度、3度、5度、1度みたいな感じでね。で、次の3、4拍目になると、B に転調して、C ナチュラル、ファーシャープ、レーシャープ、C ナチュラルって感じで、音階度数は1度、5度、3度、1度みたいな感じになってます。で、これで見ていくとちょっとわかりにくいので、こちら下の方にですね、1、3、5度で、並べ替えてみました。これちょっと吹いてみますけども、こんな感じですね。出だし C フラット、レーファーが B フラットのトライアド、これ3和音になってます。3和音っていうのはこの1度3度5度のことを指してます。でこの3つの音で構成されてる和音ってことです。まあ、一番基本的な和音になりますね。でこの B フラットは C フラット、レーファーで B フラットというトライアドコードになってます。で、その次が半音上がって C ナチュラル、レーシャープ、ファーシャープで B のトライアド、これ1、3、5度で、その次がドミソで1、3、5度で C、 で最後がレーフラット、ファー、ラフラットで1、3、5度で D フラットって感じ。これがですね、どん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 高いファーまで続いていくって感じですね。全体で10小節のね、短いパターンになってますけど、まあ、非常にまあ勉強になるんじゃないかなと。でこの本自体はですね、ジャズ初心者向けに書かれたものですので、ジャズに限らずですね、まあ、ありとあらゆる音楽のジャンルでですね、いろんなコード進行がありますね。そういうのに即座にね、対応していかないとアドリブってなかなか上手に取れないんですけど、まあ、その準備運動みたいな感じでこういった半音ずつ上がるとか下がるとかいう感じでエニーキーですね、前調を練習していくっていうのがアドリブの初心者にとって大事な練習になります。ぜひねこれたくさん練習してマスターしてください。ということで今からですね、僕の模範演奏が入った伴奏音源を2回鳴らします。1回目はぜひ本を広げて、確認してみてください。2回目はあなたも吹いてみましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。前回のね、8番の逆パターンになるんですけども、まあ、8と9、1セットでね、練習してもらったらいいと思います。で、次回以降ですね、マイナーコードが出てきますので、また楽しみにしておいてください。あと、サックスに関することであれば何でも、コメント欄の方に書いていただきましたら、随時こういった動画とかテキストでお返しします。あと、スーパーサンクスとチャンネルメンバーシップやっておりますので、このチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方はぜひよろしくお願いします。詳細は概要欄の方からご確認ください。サクセンの